SEC は IBM が開発した電気機械式計算機である。設計は1944年末から始まり、1948年1月から1952年まで運用された。プログラム内蔵方式の多くの特徴を備え、世界で初めて命令をデータとして扱えるコンピュータと言えるが、完全な電子式ではない。セックはいくつかの用途で役立ったが、すぐに、 時代遅れとなった。史上最大で最後の電気機械式コンピュータであり、その最大の功績は、IBM の名を世間に広めたことである。セックは、ハーバードマークアイで苔にされた IBM が威信をかけて開発した計算機であり、大規模なものとしては、最後の電気機械式計算機である。プログラム内蔵式コンピュータだが、完全に電子化されてはいない。 開発責任者は、ウォーレス・ジョン・エッカート。完成後、ニューヨークの IBM 本社ビルの1階ショールームに設置され、道行く人々から、その動作する様子が見えるようになっていた。公式なデモンストレーションが行われたのは1948年1月27日である。1952年8月まで動作し、ショールームには新たに、IBM701 が設置され、 セックは破棄されたという第二次世界大戦中、IBM は、ハーバード大学のハワードケンのオートマティックシークエンス、コントロールドカルキュレーター構築を支援していた。このマシンは1944年8月に正式に納入され、一般には、ハーバードマーク I の名で知られている。IBM 社長トーマス J ・ワトソンは、ケンが、報道機関への発表で、 IBM の貢献について全く言及しなかったことに起こった。ワトソンと英検はその後ともと分かち、IBM は独自により大型で目立つ機械を作るプロジェクトを開始した。コロンビア大学の天文学者のウォーレス・ジョン・エッカートが新たな機械の使用を提供した。プロジェクト予算は約100万ドルで当時としては莫大である。ASCC と同様、 フランシス・ハミルトンが構築を指揮した。ハーバード大学からロバート・ R ・シーバー・ジュニアが雇われ、新たなマシンのチーフアーキテクトとなった。1945年12月に基本設計が完成すると、エンディコットの IBM の工場で、ジョン・マクファーソンの指揮でモジュールの製造が始まった。1946年2月、完全電子式のエニアックの報道でプロジェクトは、活気づいた。 IBM セレクティブシークエンスエレクトロニックカルキュレーターと名付けられた新たな機械は1947年8月には組み立てられるところまで到達した。ワトソンや他の多くの人々はこのような機械をカルキュアレイターズと呼んでいた。というのもコンピューターは計算を行う従業員のことを指す言葉だったからである。セックは ニューヨークのマディソン街590番地にある IBM 本社近くのビルの1階の一室で味方の壁に沿って組み立てられ始めた。もう一方はガラス張りで通りに面しており、道行く人々が中を見られるようになっていた。想像シースセックは、それを見た歩行者からポッパなどと呼ばれた。デモンストレーションが一般公開されたのは1948年1月27日のことである。 1950年以降、電子工学責任者として、エイ・ウェイン・ブルックがこのマシンの運用を担当するようになった。ハーブ・グロッシュが最初のプログラマの一人となった。他にも、エドガー・カイコットがプログラマを担当した。エリザベス・スチュアートは、主任オペレーターを務め、広告写真などによく登場した。セックは、真空管と、 電気機械式リレーを共に使用している。約12,500本の真空管は演算装置と8本の高速レジスタに使われた。レジスタのアクセス時間は1ミリ秒以下である。また、21,400個のリレーは制御装置と150本の低速レジスタに使われた。リレー技術は ASCC と似たようなもので、クレアディレイクが発明したテクノロジーに基づいている。 スセックの演算装置は電子乗算機 IBM603 を改造したものでジェームズ・ W ・ブライスが設計した大型の真空管は軍のレーダー用の余剰品で一つの壁面を埋め尽くしたメモリは符号付きの重心19桁の数値を格納するよう構成されている乗算は乗数と非常数それぞれ14桁で計算される 40万桁と言われる記憶容量のほとんどは3穴紙テープのリールの形で提供されている。IBM セックのブロック塚さんには285マイクロ秒、乗算には20ミリ秒かかり、これはハーバードマーク I よりずっと高速であった。素早く検索する必要のあるデータは電子回路内に保持されるが、それら以外はリレーや3本の3穴テープに格納され、 それらがもう一方の壁を埋め尽くしている。重い紙テープのリールを持ち上げるのに巻き上げ機を必要とした。命令やデータは30台の紙テープ読み取り装置から読み込まれ3台のパンチ装置に接続し、それとは別に表参照のための36台の紙テープ読み取り装置がある。データ読み取り用のパンチカード読み取り装置があり、出力もパンチカード、 または高速プリンターで行える。19桁のワードは二進化重心表現で76ビットとなって格納され、さらに符号とパリティを示す2ビットが追加されている。これを一行で格納する紙テープは IBM の一般的なパンチカードと同じ幅の連続紙であり、両端の穴はスプロケットとして使われた。従来からのテクノロジーを使っているためスセックの 計算は当時としては正確で高精度だったが、初期のプログラマの一人であるジョン・バッカスは、プログラムを実行中はその場を離れられない。なぜなら3分に1回止まってしまうからで、プログラムした本人でないと実行を再開できないからだと述べている。エニアックの設計者の一人、ジョン・プレスパー・エッカートは、セックを向こうにある、なんだか大きな怪物。 とても正しく動くとは思えないと評した。シーバーは注意深く命令をデータとして扱えるよう設計した。そのためプログラム制御下でプログラム自体を書き換えることができる。IBM がスセックについて1949年1月19日に出願した特許は後にプログラム内蔵方式の能力を示す証拠となった。各命令は 任意のソースから入力を取ることができ、結果を任意の場所に出力でき、次の命令のアドレスを指定でき、命令自体も任意のソースから取ってくることができる。従って、理論的にはどんなことも可能である。ただし、命令は通常ステープに格納されており、平均実行速度は約50命令毎秒である。紙テープは蓄字的記憶装置であるため、セックのプログラミングは、 第二次世界大戦中の計算機によく似ていた。例えば、ループは実際に紙テープの両端をくっつけて、物理的にループを形成して実現していた。新たなプログラムを実行する際には、紙テープとカードデッキを読み取り装置に、物理的にセットし、出力フォーマットを変更するために、プリンターのプラグボードの配線を変更した。以上から、セックは、 最初のプログラム内蔵方式コンピュータとはみなされず、一般に最後のプログラム可能計算機に分類されることになった。セックは、まず、月と惑星の位置の計算、すなわち天体歴の計算に使われた。月のある時点の位置の計算には、1万千回の加算と9千回の乗算、2千回の表参照を必要とし、セックでは7分かかった。 この計算のために約6ヶ月かかり、その後もスセックの利用予定はぎっしり詰まっていた。なお、スセックが作成した月の位置の表が1969年のアポロ計画のフライトプラン策定の際にコースを決めるのに使われたと言われている。しかし当時の記録によれば無関係ではないものの直接使われたわけではないことを示唆している。 NASA のジェット推進研究所で働いていたマルホランドとデヴァインの報告によれば JPL の天体歴システムはアメリカでの宇宙計画における事実上あらゆる宇宙機の軌道計算に使われ月の天体歴にはザインプルーブドルナーエフェメリスと呼ばれる情報源のデータも採用されている。これはステックで1951年から1971年までの 月の天体歴を計算した結果をまとめたものであり、さらに修正版も出ていて、1968年には、ホイも出ている。つまり、アポロ計画では、スセックの計算結果をそのまま使ったのではなく、それを修正し訂正したデータを使ったとみられる。最初に使用料を支払って、スセックを使った顧客は、ゼネラルエレクトリックである。また、アメリカ原子力委員会が、 NEPA プロジェクトでの計算に使用した。ロスアラモス国立研究所のロバート・ D ・リヒト・マイヤーは、スセックを使って、世界初の大規模なモンテカルロ法の計算を行った。ルウェリン・トーマスは、送流の安定性問題を解いた。そのプログラムは、ドナルド・ A、クオルズ・ジュニアとフィリス・ K ・ブラウンが書いている。1949年、カスバート・ハードが雇われ、応用科学部門を創設。 スセックの運用はその部門が担当することになった。スセックの部屋は床が二重になっていて、いわゆる OA フロアの初期の採用例である。そのため、床上をケーブルが張っているということがなかった。ライトの点滅や無数のリレーの創造しい音で IBM の名を世間に広めることになった。スセックはジョン・エドガー・フーバーの著書を原作とした映画ウォーク・イーストオン・ビーコンに登場している。 スセックは概ね好意的に報道された。スセックは新たな顧客や従業員を引きつける役割を果たした。ハードとバッカスもスセックのデモンストレーションを見てから IBM に入社している。1946年のエニアックはスセック以上に真空管を使っており高性能である。しかしもともとは柔軟性が低く新たな問題を解くには 配線を変更する必要があった。1948年末には SEC の大きな真空管を時代遅れにした新たな真空管技術を採用した乗山機 IBM604 を発表している。1949年5月にはカードプログラムドエレクトロニックカルキュレーターを発表し、9月に出荷を開始した。これは SEC の技術をスケールダウンしたもので。 同様の計算が可能な機械である。1948年末の時点でも、スセックの電子記憶装置の容量不足が問題となっていた。まもなく、IBM はマンチェスター大学のマンチェスタースモールスケールエクスペリメンタルマシンで開発された、ウィリアムスカンのライセンスを取得している。その後のコンピュータは、プロセッサのレジスタ群から命令を取り出して実行するのではなく、 電子的なラムを持つようになっていく。また、77ビットという長いワードも使われなくなり、もっと短いワードをより高速に処理する方向に向かった。1951年、ウィリアムス館を採用したフランティマーク I がイギリスで発売され、アメリカでは水銀遅延線メモリを使ったユニバクク I がそれに続いた。これらのメモリ技術が プログラム内蔵方式をより実用的なものにしていった。プログラム内蔵方式の概念は1945年のエドバックに関する報告第一走行で広く認知され、フォンのイマンアーキテクチャと呼ばれるようになった。エドバックはエニアックの後継であり、ユニバックを開発したチームが設計した。セックは完全電子式コンピューターの登場で時代遅れとなり、 1952年8月に退役となった。スセックが撤去された部屋には、1953年4月7日のデビューに向けた IBM701 が設置された。1953年7月、より低価格の IBM650 が発表された。650の開発は、スセックの開発に関わったエンディコットのチームが言った。ありがとうございます。